でした。牛久の情報をインターネットで手探りに発信、キャンミュー TV 司会の牛久大好きなご当地キャスター、キャンミューです。どうぞよろしくお願いいたします。そしてそして、はい、皆さんおかえりなさい、つくばいしのトミーです。よろしくお願いいたします。平日毎日18時45分から19時45分までの1時間、はい、茨城県牛久市の情報を全世界にお届けするチャンミュー TV、本日はこちらですね、4月の22日水曜日、695回目のチャンミュー TV でございます、はい、あと5回で記念すべき700回目を迎えるということで、まあもう少しですね、ありがとうございます、ありがとうございます。なのでね、3周年に向けてちょい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 変更中でございますので、来週は水曜日あれなんだよね、祝日だから木曜日だ、そう、ね、ありがとうございます。楽しみでございましょう。はい、コメントが、はい、ステッターさん、はい、大気なる、あ、おかえりなさい、お待たせしました、はい、で、歌舞伎堂さんがウレをなると、お疲れ様です、今日から夜勤ですかね、待機してるってことですかね、はい、ありがとうございます、申し訳ございませんでした、はい、本日もね、私チャンミューとトミーと一緒にお届けしていきたいと思います、はいはい、うん、そんなね、本日のゲストは桑野さん、桑野、これちょっと絵見てわかる、なんだ、麦わら帽子、アフロじゃないよ、あれ、なんだ、ターバン、ターバン、ヒントがターバン、お、マジで外人さんですか、そう外人さんなんですかこれ外人の、あら、はい、あ、そうなんですか、外人さんですか、まあ、楽しみにしていただきたいと思います、はいはい、あのね、はい、日本からちょっと離れた、ちょっとね、ウーラン、うん、ウーランというところのね、はい、お話を今日は聞かせていただいて、はいはい、そして、うん、ここ茨城県で、はい、どんなことをしていきたいのかっていうのを聞いていきたいと思いますので、皆さんもぜひぜひコメントお待ちしております、はい、そんなね、第695回目のチャンミュー TV のトミーの気分、はい、僕は本物の味噌ガールってことで、今日ね、ちょっと山内美穂さんにちょっと、あの打ち合わせでちょっと行ってきまして、その時にたまたまちょっと外、あの味噌蔵の中で、あのちょっと歩いてたら、味噌のね、あの樽からひょこって出てきた女の子がいて、まあ、娘さんなんですけど、びっくりして、なんでだってさ、味噌樽のとこからいきなりさ、ちっちゃい子がちっちゃい女がひょこって出てきて、で、話したら今日はなんか早く授業終わったからって言って、あの小学校の話をして、今日の給食を聞いた。あ、じゃあ奥の小学校の今日の宿校聞かなくていいね。あとか、まあいろいろね、小学校に上がったんですか、1年生って言った、おめでとうございます、山内みその娘ももう小学生ですよ元気だったね、うん、そのうちさんここにいらっしゃるんでも、そうですね、学校側の許可が下りて、ね、お父さんお母さんの許可が下りたらキャミキミに出演して、もうね話止まんなかった、ほんと、いい子だったんだ、ほんと、私多分じゃあ人見知りなのかな、あ、最初距離感があったんだけど、毛虫の話をして、で、今日の算数の宿題については熱く語った、まだ1年生始まったばかり、まだただ高いとこが好きって言ってて、まだ牛久の大仏の中入ったことないって言ったから、まずはそこから行こう、そうだね、そこからいろいろ学んで、牛久で一番高いところってあそこでいいのか、そうですね、そうだよね、はい、大仏ですそうだね、そうそう、はい、はい、というね、まあ、チャンミュー TV、まあ、本日は、牛久のニュース、そして牛久のお天気、牛久市観光協会情報に牛久市情報でゲストさんのトークというラインナップでお届けする前に、トミーのね、つくば FC のコーナーを、ああ、そうですね、はい、急いで急ピッチで進めていきたいので、はいはい、今日はね、牛乳早回しでいきたいと思いますが、はい、その前にですね、一旦提供さんのご紹介でございます。VTR、どうぞ、はい、ジャンミュー TV は、旬の台所、レンコン屋様、旬の台所、シャンシャンタツ様、うまみどころ、新月様、株式会社、山陽ホーム様の提供でお届けいたします。それでは続いてのコーナー、牛乳でございます、はい、茨城県牛久市のニュースを読ませたら右に出るものはいない、私ご当地キャスターのチャンミューです。じゃあ早速何ですか、はい、牛久のニュース伝えていきたいと思うんですが、本日牛久ではこんなことがありました、ドン、はい、ほい、えい、できた、まあ、いろいろありますけれども、はい、トミーの気になる牛乳を、牛乳、うんうんうん、ひばり、あ、ひばりはあれか、ひばり君名ですかね、うんうん、決まりました、はい、なんだ、茨城新聞の、はい、女性候補内最多ってどういうこと、はい、はい、では早速見ていきたいと思います、はい、トミーが選んだ一つ目は、はい、茨城新聞さんの記事ですね、うん、こちら、はい、牛久市議選、はい、女性候補圏内最多というニュースでございます、
はい、まあ、2015年統一地方選、はい、牛久市議選の女性候補が茨城県内で最多の、9人ということで、牛久は街づくりに積極的な関与、積極関与という形でね、はい、書かれておりますので早速見ていきたいんですが、はいはい、19日に告示されました、はい、牛久市議選は定数22、はい、そのうち立候補者方が27人、うち女性が9人にも上り、統一地方選で行われます14市長議選、はい、これ上総市は、うん、あのもう無投票で決まったんですけれども、はいはい、だからその、ね、14市長のうち最も多いということです。選挙前も牛久市議会の女性議員は欠員1人を除く21人中7人で、比率は茨城県内でも最も多い 33.1% と、生活に関わる身近な問題をテーマとする市議選で、暮らしに密着した問題への感性が鋭いと茨城大学の教授が言ってたと、なるほど、はい、とされる女性候補が、はい、まあ、今一生懸命戦っているという、まあ、記事でございますね、はい、内閣府男女共同参画局によると、市区町村議会における女性議員の比率は全国平均で 11.8%、はい、茨城県内の比率は 11.6%、はい、なので牛久市の比率はこれらを大きく上回るというですね、ものすごい結果が出てますね。すごいね、女性がもう強い、はい、強いって言ったらですけどすごいんですよね。まあ、どうなんですかね。しかもあれでしょ、だから主婦やられて、うん、主婦っていうか、まあ、お母さんになられて、うん、なおかつ市議にも出るっていう、うん、すごいよね。そこがすごいよね、お母さん業しながら、まあ、だから鋭いんだろうねって俺は。政治家ですからね、どういう、どういうあの1日のサイクルなのか気になりますよね、うん、でも子育てして、うんうん、で感じたことをやっぱこの市にこう使おう、なんか還元できるなんかテーマがあるんじゃないかなって気がしますよね。まあ、どういうテーマがあるのか、うん、皆さんもそれぞれあの、うん、ご自宅にいっぱいいろいろ届いてるかと思いますのでそちらを見ていただいて、公約とかね、チェックしていただきたいなと思いますね、はいはい、ということで以上、一つ目、牛久市議会について、まあ、女性が牛久すげー多いということでございました。じゃあ続いての、ね、ニュースも見ていきたいと思いますが、はい、コメント届きますね、はい、カヨさん、おっと出遅れ、今日のゲストさんすごい方だね、どんな内容になるのかな、うん、楽しみにしていてください、はい、歌舞伎堂さん、綾部、うんうん、さんもいずれ牛久の政界に打って出るお方なんじゃろうかと。私はメディアです。あ、メディアで、牛久のメディアでございますからね、はい、はい、違います、はい、はい、じゃあ続いて、はい、気になるニュース教えてください、はい、この牛久市の、うんうん、牛久現代美術展作品作家募集、はい、じゃあ続いて2つ目いきましょうね、はい、富賀金太、2つ目こちら、牛久現代美術展の出品作家募集というですね、ニュースがございました。広報牛久の4月1日号のニュースです、はい、こちらね、画像がありますのでちょっとこちら見ていただきたいと思います、ね、うん、こちらの、画像をご覧ください、どうぞ、よいしょ、はい、いきます。第21回牛久現代美術展の、はい、作品の、作家を募集しているということで、はい、募集規定、対象がアート作家、平面、立体、クラフト、映像、他と、まあ、いろいろなアート作家を募集していると。募集期間は4月の1日から30日の木曜日、もうすでに大募集中でございます。でね、作家略歴、あと5点以上の異なる作品の写真を、持参または郵送で、牛久のですね、現代美術展実行委員会の事務局までお送りくださいということでございます。まあ、各作品に素材、サイズ、生年、制作年などを明記してくださいとかね、あと選考会5月24日の日曜日に牛久現代美術展実行委員会で、まあ、5月24日に選考会をしますよということで、結果につきましては応募者全員に郵送で通知するということでございます。映像が入るじゃないですか、うんうん、これ例えばチャンミオ TV でさ、ヒデさんが曲作った流した音とかね、うんうん、できるね、いけんじゃん、エントリーすることはできますね。でも5品以上だからね、5作品結構厳選するのは難しいですね、チャンミオ TV 700回ぐらいありますからね、まあでもそんな感じで、うん、皆さんもぜひ応募してみてください。じゃあ続いていきましょうね、以上、牛久現代美術展の作家さんを募集しているというニュースでございました、はい、じゃあ続いてでございます、はい、よっこいしょ、ほい、はい、うんうんうん、どこだ、あ、誰か、ひばりさん、うん、はい、偽電話詐欺情報でございますかね、はい、はい、サクッと見ていきたいと思います。トミーが選んだのはこちら、よいしょ、くしゃみしそう、
はい、大丈夫です。偽電話詐欺情報ということで、はい、ひばりくんメールから、ご紹介いたします。はい、こちらはね、ひばりくん防犯メールの21日の、メッセージですね。21日受信なので、昨夜というと20日20日です。牛久市内のご家庭に老いを名乗る男から、扁桃腺かな、が、腫れて明日手術をする、携帯を落としたので番号が変わったなどという、偽電話詐欺の電話がかかっていますと。帰りなさい。喉の調子が悪くて声が変だとか、携帯を落としたり盗まれたりして番号が変わったというセリフは偽電話詐欺の手口です。住民の皆さんはくれぐれも騙されないように、注意してください。このような電話がかかってきた際には、110番または牛久警察署、02987-0110 に連絡してくださいということでございました。ということで、牛久の、ね、ニュースお届けいたしました。それでは小中学校からのお便りに参りましょうね。コメント来てますね。はい、歌舞伎堂さん、現代美術展か出してみようかな。あ、出してみてください。確かに、あの光るやつですね。はい、いいと思います。いいですね。じゃあ行きましょうか。小中学校からのお便り、本日も牛久市の教育委員会さんにご協力いただいて、市内の小中学校のニュースご紹介していきたいと思います。本日は小学校です。どん。はい、牛久小学校の21日の記事です。全国学力学習状況調査行われると。21日の今日は、全国学力学習状況調査が行われました。はい、1時間目から4時間目までテストが行われました。テストが終わると、できたとか、あの問題をどうやって解くのかななどの声が、あちらこちらで聞こえました。結果が気になるとは思いますが、できたところ、勘違いしていたところ、できなかったところを明らかにして補充、進化を図りながら、授業を展開していきたいと思いますというね、そんな内容でございました。テストがね、あったと。今やったら全然できないでしょうね、私たち。忘れてる。算数も怪しい。ね、さっき算数の話したけど、はい、どうぞ。じゃあ行きます。はい、続いて、岡田小学校です。はい、20日の記事です。今年度初めての外国語活動、はい、第4学年ということで、うん、ALT の先生と一緒に外国語を使って歌やゲームを行いました。うん、終始笑顔で楽しく活動する姿が見られましたというね。もう今インターナショナルですかね。そうですね、いろんなのこれになって映ってるのが何かっていうのもちょっとわかんないんですけど、うん、英語です。イラストがね、イラストがついてます。なんでしょうね。はい、はい、貴重な授業ですね。はいはい、続いて、奥野小学校です。これはね、奥野小学校は21日、昨日の記事ですね。ピタパンと、ピタパン、そう、21日の給食は焼きそば、牛乳、レバー入りメンチカツ、シーザーサラダ、ピタパンですと。やった、焼きそば大好きと喜んでいました。1年生は初めてのピタパンで、焼きそばを挟む子、メンチカツを挟む子、サラダを挟む子といろいろでしたと。あ、挟むのね。ピタサンドってことだよね。だから何挟んでいいのかすごい悩みながら、キャラクター映ってるなんかね。最初チャンミオマンかと思って違うやん。いや、ホーブ、ホーブ、なんだろうね。なんでしょうね。こういうところになんだ、こういうキャラクターで可愛いよ ね。そういったところに出ていければいいなと、ちょっとふつふつと感じております。はい、じゃあ、はい、最後ですね。ごめんなさい、戻ってきちゃいました。最後はこちらです。じゃん。はい、嘘嘘、牛久二小です。牛久二小の、20日の記事、読み聞かせスタートと。はい、今日から朝の読み聞かせがスタートしました。はい、読み聞かせボランティアの方が2年生に楽しいお話を聞かせてくださいました。はい、手遊びもしてくださり、楽しい1日をスタートさせることができました。ありがとうございました。はい、本年度もどうぞよろしくお願いいたしますと。はい、いうことで、こうやってね、読み聞かせに来てくれるっていうのはすごい、地域の方もね、ナイスな活動されてますね。ね、みんないい子だね、聞いてるんですね。いい子に聞いてます。はい、ということで、以上ですね、小中学校からのお便り、牛久市の教育委員会さんに、ご協力いただいて紹介させていただきました。続いては、牛久の気になるお天気です。はい、今日はね、多分、不正人。呼ばれた不正人だよ。おかえりなさい。雨降ってきたよね。不正人。シャトーの前ぐらいから雨降られてびしょびしょ。あら、火星人シャトーにいたんだ。シャトー付近にいたよね。それ結構な大ヒントですけど、ね、大丈夫ですかね。内緒、内緒、内緒。はい、でですね、ちょっと時間もあれなんですけど、はいはい、問題です。はい、今日は何の日。4月22日、うん、猫の日。あ、ニャーニャーみたいな。ノー、ノー、わかりません。今日はですね、地球の日です。地球？うん。なんで？
地球環境について考える日として。アースデー、うん、アースデー。なんで、なぜと聞かれてもそれを提唱した人がいたんだよ。あ、なるほどね。なんで4月22日がアースデーなんですか。 そんな、そこは全然納得できないね。皆さんググってみましょうね。はい、あのね、1970年代にね、アメリカの市民運動指導者の大学生だったデニスさんが提唱したんですね。デニス、デニスさん、なんで提唱したんだろうね。地球全体の環境を守るため一人一人が行動を起こす日として、まあなぜこの日だったかっていうのはあれなんですけど、デニスに聞けと。デニスに聞きましょう。なるほど、はい、聞いて、はい、じゃあ続いて、続いてのニュース、明日のお天気です。天気、天気、ですね、明日は晴れます。やった。うん、一日晴れる予定です。よかった、洗濯できるぞ。洗濯、今日トミー濡れちゃったけど明日は大丈夫だと思う。はい、うん、そのまま干しておこう。そのまま干しておけば乾くよ。そう、で、最低気温は9度。9度、うん、で、最高気温は20度。そんな上がんな。うん、あ、でも湿度が低いからね。暑いよね、うん、暑い、すっごく暑くて今日暖かかった気がする、うん、蒸し暑かった。はい、ではありがとうございました。ハッピー。はい、じゃあ、はい、火星人の、はい、牛久のお天気でございました。はい、じゃあ続いては、はい、牛久の情報を、ね、はい、お知らせしていきたいと思います。気になりますね。あ、変えるんですか。メガネ変えます。キラン。はい。真面目なニュースなので、ね、牛久のニュースご紹介していきたいと思いますが、早速ですね、一つ目こちらです。うん、コミュニティ FM 放送のラジオ局ネーミング大募集というニュースでございます。ね、牛久のコミュニティ放送、うん、平成27年8月にコミュニティ FM 放送がスタートする予定です。はい、牛久市のこのコミュニティ FM が多くの皆様に楽しんでいただけるために、うん、ラジオ局にふさわしい名前を募集します。はい、皆さんで牛久のコミュニティ FM 放送を盛り上げていきましょうということで、はい、牛久市在住または在勤の方が応募資格があります。これはネーミングですね。ネーミングを、応募する、資格が牛久市在住または在勤の方です。で、募集期間が4月の30日木曜日の17時までです。はい、応募方法、ファックス、E メール、郵送または直接担当のか情報制作課さんまで、ご持参くださいということです。はい、選考方法は応募の締め切りの後、厳正な審査の上、当選者を決定し、記念品を贈呈いたします。はい、そしてね、記念品が贈呈された暁にはチャミュー TV に分けていただけたらな。嘘です、はい、お問い合わせ、そして応募先につきましては牛久市役所、はい、情報制作課、はい、029-873-2111 牛久市役所の情報制作課までよろしくお願いいたします。同時募集でパーソナリティ、ミキサー、番組制作、陸上無線技術士2級以上の運営スタッフも募集しておりますので、経験未経験問わないので皆さんも、ぜひですね、情報制作課さんまでご連絡よろしくお願いします。なるほど、ということでした。以上一つ目でした。続いて二つ目いきましょう。二つ目、はい、こちら、牛久市議会議員一般選挙のお知らせです。あ、先ほどからね、はい、はい、牛久市議会議員の一般選挙は、まあ、先週というかね、はい、4月の19日の日曜日告示、そして4月26日の日曜日の午前7時から8時が投票となっております。午前7時から午後8時までが投票となっています、はい、ですが仕事やね、旅行などで選挙日の当日、投票日当日に投票所行けない方は期日前の投票ができますということで、こちらのですね、お写真スライドご覧ください。はい、こちらのような形で4月の20日から4月25日までの毎日午前8時30分から午後8時までに、うん、牛久市役所期日前投票所、うん、牛久職権センターの2階です、はい、牛久駅前期日前投票所、牛久駅の東口です、はい、日立のリフレ期日前投票所、はい、日立のリフレの2階です、はい、奥の期日前投票所、奥の障害学習センターまで、そちらでね、期日前投票できますので、はい、そちらでぜひ期日前投票してくださいと。ですが、はい、注意です、はい、期日前投票は全ての投票区の人がどの期日前投票所でも、うん、投票することができるのですが、はい、投票日当日につきましては投票所の入場券に記載された投票所でしか投票できません。あら、まあ、そうなんです、まあ、そうなんです、注意ですね、そこは注意です、はい、なので今であればね、うん、どこでも大丈夫なんですけど、うん、あの当日は書いてあるところじゃないとダメなので、はい、そちらは注意してくださいということですね。なるほどね、はい、はい、皆さんどうですか。まだやってないです。私は投票日当日に行きたい人なので。火星人はもう投票した。あら、あれじゃない、火星人何、牛久市民なの。もっとって言ったじゃん。なった、
でも投票選挙権得るためにはさ、そんなすぐに引っ越してすぐには投票権もらえないんじゃない？そうなの。あれで特別。特別だ。特別枠。そうなの、ね。普段上から見ててね。そう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 、やりたいなと思って。はい、じゃあ続いて、はい、急ぎます、ごめんなさい、はい、続いていきます、はい、はい、あ、間違えた、続いてです、最後ですね、はい、こちら、牛久のカッパ米のオーナーになりませんか、はい、ということです。毎年、ご好評をいただいているお米のオーナー制度、今年で、11回目を迎えました。Qちゃんマークでおなじみの牛久のカッパ米、エコファーマーと呼ばれる県知事から、環境に優しい農家の、農業の実践者と認定された農業者が育てる茨城県特別栽培農産物認証を受けた安心安全なお米、牛久カッパ米なんですね。ぜひオーナーになってご自分で選んだ水田のお米を味わってみてくださいということで、指定水田の様子も見学できるということで、ね、募集数は合計で1150袋相当です。水田は桂、小坂、柏田、久野、下根、あとね、これは何、遠山町の6カ所、生産者ごとに予定数量が異なるので、ご希望の水田がある場合は早めにということでございます。はい、まあ、料金は30キロで8000円、10キロで3000円、お米と引き換えにお支払いくださいということです。引き渡しの期間は9月下旬と2月下旬の2回です。あ、2回に分かる。それぞれの、そう、希望の、袋の数をお申し込みください。いずれか1回でも OK です、はい、ということで、引き渡しの場所は牛久市営青果市場となっております。申し込みは4月の15日の水曜日の午前9時から始まっていまして、これはね、規定の数量に達した時点で締め切ってしまいますのでご注意ください。なるほどね。はい、申し込み方法につきましては、農業政策課さんまで、ご連絡するか、申し込み用紙に記入してもらうか、電話で申し込みくださいということでございました。問い合わせにつきましては、牛久カッパ米生産部会事務局まで、農業政策課さんまでよろしくお願いいたしますということでございました。じゃあ続いて、以上牛久市情報でございました。続いては牛久市観光協会情報です。はい、山市味噌からのお知らせです。これね、いいね、急いで紹介していきますね。はい、お写真ご覧ください。こちらです。よっこらしょ。はい。こちらですね。写真見えてますかね。今日いただきましたよ、これ。はい、山市味噌のおすすめ品のご紹介です。はい、今だけ甘酒希釈タイプ。はい、2袋で620円が500円、ワンコインです。なくなり次第終了なので、皆様ぜひお買い求めくださいと。確かに。はい、そして山市味噌では、いつもお世話になっている方へのプチギフトとしての、お気持ちの、うん、じゃあおすすめのお気持ち味噌というのをですね、販売しています。こちらお写真ご覧ください。ちょっと駆け足で紹介しますね。申し訳ございません。ラッピングされてるんだ、ね。左側ですね。そう。ね、これ、白の腰味噌 500g で、260円。感謝というふうに書いてあるラベルは、一目で気持ちが伝わるデザインとなってますよね。名前入りオーダーラベルも受けたまわり中だということです。はい、その他、右側ですね、ギフトパック、こちらもありますので、まあ、来月の母の日のプレゼントに、いいです、ね、お店のギフトなどはいかがでしょうかということで、味噌作り教室もできるお味噌屋さん山市味噌は牛久市観光協会の加盟店でございますので、皆さんぜひチェックしてくださいということでございました。じゃあ続いて2つ目いきましょう。2つ目です。もう急ぎます。はいはい、ごめんなさい、ゲストさんの時間がなくなるといけないので急ぎます。はい、次、出没アドマチック天国は要チェックということでご紹介していきましょう。4月25日の土曜日の午後9時、こちらはテレビ東京出没アドマチック天国が開催され、放送されます。はい、テレビ東京で20年以上にもわたり放送されている人気番組なんですけども、なんと今週の土曜日はいよいよです。はい、茨城牛久市のベスト20がご紹介されるということで、皆さん必見でございます。ぜひぜひチェックしてください。ね、まあ、最後です。はい、キャンティークラシックを牛久で楽しもうということで、牛久市の友好都市ブレイベインキャンティー市の、ワインですね、名産のワインキャンティークラシックが牛久市内で飲んだり買えたりできるようになっております。はい、販売店さん。はい、続いて、はい、はい、続いていきます。はい、キャンティークラシックが飲めるお店のご紹介です。はい、八七さん、居心地屋さん、杉浦さん、松木さん、仁さん、新月さん、フェリスタスさん、春菜屋さん、インクさん、山水閣さん、楽さん、カサレスさん、誠屋さんと、こちら13店舗でキャンティークラシックを飲むことができますので、皆さんぜひお試しくださいということでございました。あっという間のご紹介になりました。以上、牛久市観光協会情報もお伝えいたしました。はい、じゃあ超特急でコメントありますか。コメントあるんですけど、うんうんうん、はい、はい、はい、じゃあちょっとですね、コメントのご確認の前に、トミーのですね、VTR を言ってしまって、その VTR 開けたらゲストさん登場しますので、はいはいはい、急いで、はい、
皆さん、はい、申し訳ございませんでした。まだ回りましたね。ちょっと遅くなってしまいましたけれども、はい、続いてのコーナー、はい、ゲストさんに出演していただいて、いろいろとお話をお伺いしていきたいんですけれども、はみ出しちゃったね。ごめんなさい。早速こちらのカメラに向かって自己紹介をしていただいてますので、自己紹介お願いします。はい、はい、茨城県鹿嶋市から来ました桑野俊和と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずですね、ゲストさんが不思議に思われるかと思うんですけど、桑野さん、この格好って何なんですか？はい、うん、この格好はですね、はい、私はアフリカのスーダンというところで、はい、スーダン青年海外協力隊として、はい、2年間、はい、活動してまして、はい、で去年の6月に、うん、日本に戻ってきました。はい、日本の鹿島に。そうです、鹿島に戻ってきて、でこれはその時の民族衣装ですね。はい、普段はこの格好をしているわけではないです。安心しました。よかったです。なるほどね、はい、まあでもちょっともう装いがね、すごく気になるので、ね、どんな方なのかもめちゃめちゃ気になるんですけど、はい、じゃあ時間がね、ちょっとガガガガしてるのでちょっとね、なかなかね、はい、申し訳ないんですけれども、はい、早速、まあ、桑野さんがどういう活動をしているのかっていうのをね、はいはい、ちょっと私、ちょっと、うん、こちらでよかったですか？はい、大野にカフェ、バーを作るプロジェクトを、はい、この格好をして桑野兄さんはやってるわけでございますね。この格好してないんですけど。この格好じゃないですか？この格好してないんですけど、はいはい、私鹿島の大野地区という、うん、田舎のところ出身なんですけど、はい、まあ、そこをちょっと盛り上げたいなと思って、うんうんうん、で今飲食店を作って、はい、そこを拠点に、うん、まあ、街づくりをやっていこうと思いまして。その街づくりをしたいなと思ったきっかけって何だったんですか？その街づくりをしたいなと思ったきっかけは、うんうんうん、まあ、みんなこう田舎に対する諦めとかやっぱりあって、うんうん、諦めか、ここって本当なんもないよねとか、うんうんうん、こう市街地とか隣町とか、うん、東京とかに遊びに行っちゃうんですよ、うんうん、だからじゃあ自分たちでもっと地元を面白くできないかなって思って、うんうんうん、もう面白いことがないなら自分たちでやろうっていうことで、うんうん、今そういう作っちゃえと。そうです、そうです、じゃあ何なら作っちゃおうよ。今はじゃあプロジェクトの、進めている段階、まあ、今はどのぐらいのあたりなんですか？そうですね、今は、うん、まあその物件は私が向かい住んでた家が空き家になってて、でそこの改装工事を今やってるところで。あ、じゃあもうだいぶ進んでるってことですね。いやいや、それが全然進んでなくて実は、ちょっと自分で改装工事やりたいなと思って、はい、じゃあスーダンではそういう活動をしてたんですか？いや、私もともと専門が電気なんで。電気？はい、あら、スーダンでは電気を教えてました。はい、なんで、はい、もう こういうなんとかフレーミング、こういうの教えてたんですか？こうまあまあまあ、まあ、間違ってはいないです。間違ってはいないです。大丈夫ですね。あ、じゃあスーダンで、まあ、電気をいろんなところに通すというか、電気ついてないところに電気を、明かりを灯すみたいな感じですか？スーダンでは、うん、職業訓練センターというところで、はい、まあ、そこの指導員と生徒さんに、はい、一応その電気の実技と、はい、あと理論を教える、はい、難しいことを教えてたと。まあでも、あとは教材作ったりとかですね、倉庫整理したりとか。でもそうやって電気関係のお仕事やられてて、はい、でまあスーダン行きました、はい、で戻ってきて、はい、カフェバーってはい、そうですね、すごいこう転換ですよね。そうですね、転換ですね、うん、はい、まあその自分が、うん、この地元が良くなって、はい、地元が良くなる、自分がこう生活していけるだけの、はい、まあ、収入を得たいってなった時に、はいはい、こう僕いろいろと考えたんですね、はい、また電気屋やってもいいし、こういろんな道があるなと思ったんですけど、でもやっぱりこう田舎で楽しいことをしたいって思って、カフェバーっていう食べ物ですね、はい、飲食。そうです。でもすごい重要ですよね。行きました。おめでとうございませんでした、はい、どこまで聞いたか忘れればいいな。スーダン帰ってきてカフェバー、そうです、田舎に楽しい場所ってことで。でもそうなんですよ、で、はい、今一緒にやられてる皆さんっていうのはどんな方なんですか？あ、もう地域の方を巻き込んだり、うん、はい、でやっぱり僕は田舎 の、うんうん、若者っていうところにやっぱり焦点を当てて、で、ね、うんうん、で若い人にやっぱりどんどん出てきてほしいなというところあるんで。ちなみに、はい、鹿島のその大野は、はい、若者はどれぐらいいらっしゃるんですか？若者どれぐらい結構そのいや、こういうことやりたいんだっていう話したら、はい、いいねいいねって言ってくれる人多いですか？正直そんなに多くはないですね、うん、まあ、さっきも言いましたけど、うん、どうしてもやっぱ田舎に対する諦めみたいなのがあって、うん、もううちらはもう
なんだしょうがないよねっていう感じがあるんで、うん、そこをこうドアを変えて行けたらいいのかなっていう、うんうん、だそういうところを今、はい、結構課題として。なるほどね、はい、じゃあ地域に、ね、若者っていなくはないから。そうなんですよ。だその人たちがいかに、あ、なんか面白いことやってんの、一緒にやりたいな、うん、一緒に盛り上がっていこうぜっていう風になるには、うん、やっぱり時間もそうだし、そうなんですよね、なんかその面白いと思ってもらえる何かみたいなのが必要だから。でも、うん、カフェバーを作るっても一から、しかも、うん、ね、お家をどんどんリフォームじゃなくて、なんていうんですか、改装を工事しながらしていくっていうのはすごい面白いことをやってるなと思うし、でもめちゃめちゃ大変なことだなと思うから、なんかね、もっといろいろとね、お話聞きたいなっていうのがあるんですけど、なんかこう今日はね、時間がパツンパツンでございますよ。いや、大丈夫です、今お一人でやってるんですか？まあ、仲間もいらっしゃる。仲間もいまして、はい、でちょっと最終的には NPO として、はい、そのやっていこうかなっていうのは考えてまして。あ、じゃあ一緒ですね。はい、そうですね、うん、やっぱりその地域のためってなった時に NPO を作って団体としてやっていった方が強いなってところあるんで、うん、そうなんですよね、はい、そうだと思っていたんですけど、そうじゃないこともなんかまあいろいろと大変だっていう話は聞きますけど、それでは挑戦したいなと思っております。なんかこう、わかんないですけど、NPO に対してなんか変なこう意識、こう悪いものって思ってる人もちょっといるかもしれないので、ちょっとそこを私は払拭していきたいなって改めて思いました。なるほど。なので一緒に頑張っていきましょう。頑張りましょう、ありがとうございます。いや、なんかこう、まとまりがなくなっちゃったんですけど、で今後でも桑野さんは、はい、このどういう風にしていきたいかって野望を、まあ、バッと野望、うん、野望ですか、うんうん、野望、うん、まあやっぱり、まあ、目標というか展望というか展望ですか、うん、もう本当に、まあ、さっきも言いましたけど、うん、田舎の若者が、うん、その夢とかやりたいことっていうのを持って、うん、どんどんこうなんだ、うん、まあ、表に出るって言ったらあれですけど、うん、そういうのをこう後押しできるような環境を作る、うん、もちろん自分がこう、まあ、その人にこうやっぱりなんか夢とかあった時に話したらやめとけってこう言われたりするじゃないですか。そんなお前できるわけじゃないとか。で僕もやっぱりそういう時期ありましたし、そういう中でじゃあどうやったらできるだろうねとか、まず何をすればそう、まず何をすればいいかなとか、やっぱそういう建設的なアドバイスができる大人っていうのがやっぱり必要だと思うんで、僕もそういう人になりたいですし、そういう大人を増やしていきたいなと思います。いやー、もう増やしてくださいよ。いやー、増えてほしい、うん、私もなんかそういう大人が増えてほしいし、うん、自分もそうなりたいし、そうですね、若いだけでもあれですよね、うん、羨ましいなって。今20代の子気づいて、その新しいことチャレンジするような子たちが増えてきたら、うん、日本変わります。そうですね、うん、そうですね、うん、楽しみでございます。いや、ありがとうございます。いや、はい、でもちょっと今日ね、ちょっとネットの回線、ネットの回線、違う、回線の状況だったりなんやで、ちょっとだいぶ全然ないです。本当だったら20分間お話をお伺いしたかったんですけど、ちょっとだいぶ短くなってしまったので、また改めてね。全然ないですよ。でもいいですか、させていただきます。ね、画面の前にいらっしゃる牛久の方もね、ぜひ次は一緒に出ていただいたりとかもしたら、そうですね、嬉しいかなと思いますね。わかりました。コメントどうしますか。ツイッターはね、一回提供さんご紹介してからにしましょうね。では VTR どうぞ。ジャンミオ TV は旬の台所レンコン屋様、旬の台所シャンシャンタツ様、うまみどころ新月様、株式会社三洋ホーム様の提供でお届けいたしました。はい、たくさんコメント来てますか。はい、来てますね。どこだったかな、たかちゃんが神尾富を払いますとか、かよさんが学力テストの問題が、西電話とか、うん、アースデーカーとか、歌舞伎のさんが説得力あります、うん、カルさん、牛久市コミュニティ FM 放送局に、あ、その辺はあとはそうですね、歌舞伎のさんが出展されるのかとか、はい、そんな話をみんな盛り上がってますね。桑野さんの話は、桑野さんは、対戦復活、桑野さん、全員が今日対戦復活なさってたんですねって、ありがとうございます、ありがとうございます、すみません、なんかコメントいただきまして、いや、泣かないです、チャミー泣かないです、先足になりました。
駆け足になりましたが、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。頑張っていきましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。ということで、大野、鹿島にある大野にカフェ、バーを作るプロジェクト進行中の川田さんにいろいろとお話を伺いしました。川田さん、今日はありがとうございました。続きはまた次回。次回というか、今度ですね。はい、そして皆さんも見てくださって、コメントくださって、スタジオに遊びに来てくださって、ありがとうしくでございました。また明日もウキウキハッピーにお届けしますので、明日もぜひぜひチェックしてください。それでは、おやすみなさーい。